こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。突然ですが質問です。今100万円使えるとしたら何を買いたいですか？何をしたいですか？100万円もあったらいろいろできますよね。例えば車も軽自動車なら買えるものもありますし、今だったら家族4人でハワイ旅行とか、あとは洗濯機や冷蔵庫などの家電をいくつか買えちゃうような金額です。今日は外構工事の100万円で叶えられる暮らしについて、新築とリフォームの建物正面とお庭の3つのモデルプランと、100万円の外構工事でできるようになる4つのことについてお話ししたいと思います。イメージパース図面と、あと実際のガーデンプラスの施工写真もお見せしながらお話ししていきますので、100万円でどんな外構ができるのか知りたい人は要チェックです。そしてなんと今回はお得なキャンペーン情報もあります。ぜひ最後までご覧ください。まずは100万円でできる新築外構工事の建物正面のファサードのプランから。今出ているのが工事前です。工事後はこんな感じです。1台分の駐車場と幅広の門柱が存在感抜群の門周りと、駐輪スペースも兼ねたフロントガーデンです。100万円だとシンプルな機能門柱ぐらいしかつけられないのかなって思う方もいらっしゃるんですけど、工夫次第でこんな外構もできます。ざっくりした金額の内訳はこんな感じです。あくまで概算金額にはなりますが、参考になれば嬉しいです。100万円に収めるための工夫はいくつかありますが、1つ目は土間コンクリートの面積を抑えること。今回はその工夫の1つとして、タイヤが乗らない車の後ろ側を土間コンクリートじゃなくて砂利にしています。そしてお家全体に重厚感、高級感を出したいので、門柱は幅広にしたいところなんですが、タイルや塗り仕上げにすると金額が高くなってしまうので、今回は化粧ブロックで幅広の門柱を作ってコストダウンしました。この化粧ブロックが普通のブロックよりも細長くてモダンなデザインなんです。東洋工業のイグリートという新商品を使ってみました。化粧ブロックにすることで上から仕上げを加える必要がないのでコストダウンできます。階段もシンプルにモルタルで作ったステップなんですけど、普通の階段のデザインだと門周りにはちょっと味気ないような気がしたので、浮き階段風に毛込みを作りました。こう浮いてるように見せるためにここを黒く塗装する方法もありますが、やっぱり塗るのはちょっと金額が上がってしまうので、ダークカラーの化粧ブロックで毛込みを作ってコストダウンしています。それから植栽の寄せ植えの低木とゴロ対し、芝生は DIY でするということで、なんとか100万円に収めました。シンボルツリーとかの高木はやっぱり植え付けも運搬も大変なので外構工事に含めています。無機質な土間コンクリートと素材感を生かした化粧ブロックを中心にモダンに仕上げつつ、植栽で彩りを添えることで全体的におしゃれになるようにバランスを調整しています。次は外構のベースはあって、一旦新築工事は終わってるけど、追加でかっこよく仕上げていきたいというリフォームのプランです。1階のリビングが駐車場を挟んで道路側に面してると、思ったよりも外からの視線が気になるっていうご相談をいただくことが多いんです。なのでここに縦格子の目隠しフェンスを設置しました。さらにやっぱり雨の日の車の乗り降りが大変、赤ちゃんを抱っこしてたり荷物がたくさんの日は特に困りますよね。ということで少し大きめの2台用のカーポート、今回は建物外観に合わせてスタイリッシュな商品を選んでいます。暮らしを豊かにする大型エクステリアを2つ追加することができました。フェンスは三強アルミのエルファードというフェンスを使っています。商品価格 35% オフで、施工費込みで約43万円くらいで工事が可能です。リビングは家の中でも過ごす時間が長い場所です。なので普段の生活を便利に快適にしてくれるようなコストパフォーマンスが高い工事がおすすめです。せっかく天気がいい日もカーテンを閉めていないと視線が気になるってなると、なんだかもったいないような気がします。上手に外光で目隠しすることで日の光をたくさん室内に取り入れることができます。同じリフォームでもカーポートはまだ別にいいかなということであれば、門柱をかっこよくグレードアップすることができます。金額の内訳はだいたいこんな感じです。先ほどと同じでタイル張りにすると金額が上がる幅広の門柱も化粧ブロックで、同じイグリートという商品で設計しています。
同じ時期に東洋工業からモデリートっていう商品も出ていて、まあ、形としては似ている細長いモダンなデザインなんですけど、この2つの商品がすごくいいです。上から仕上げをしなくてもモダンに仕上がるっていうところ、まあ、それによってコストを抑えられるっていうところがまず何より魅力です。まあ、それにシンプルな素材感を生かしたデザインなので、どんなお家とか外構にも合わせやすいっていうのも取り入れやすいので魅力の一つです。まあ、この無機質さを引き立てるためにはシンボルツリーとか寄せ植えで緑を足すとコントラストが生まれて、よりおしゃれな空間になります。同じ建物なのに工事前と比べると、もうお家全体の高級感がアップしたと思いませんか？3つ目のモデルプランは100万円でできるお庭のプランです。都心のお家に多い奥行き 2.2 メートルくらいのコンパクトなお庭でデザインしました。ブロックとフェンスで目隠しして、気軽に出やすいプライベート空間を作りました。目隠ししたい部分をシンプルな化粧ブロックとアルミのフェンスにすることで合計だいたい36万円くらいに抑えられます。もう少し凝ったデザインのフェンスとか化粧ブロックにすると、やはりそれに応じて金額は上がってしまうので、今回は YKKAP のシンプル用フェンスにしました。そしてメインはタイルデッキです。重厚感のあるダークトーンのタイルで、ただシンプルなのとは違うモダンな空間に仕上げました。お庭の角には別のタイルを使ったベンチも作って、気軽に外に出てくつろげるようにしています。子供の遊び場としても使えますし、大人2人で夜にゆったり過ごすスペースとしても活用いただけます。限られた敷地のお庭も外構の設計次第で毎日使いたくなるようなスペースに生まれ変わります。次は100万円の外構工事でできるようになることをまとめて4つ紹介します。これはモデルプランではなくて、メーカーの商品画像やガーデンプラスの施工写真をメインにお話ししていきます。まずは1つ目、洗濯物が雨に濡れる心配がなくなる。テラス囲いと地面の土間コンクリート、オプションで網戸や物干しをつけてもだいたい100万円でお釣りがきます。テラス屋根ならもう少し金額は抑えられますが、テラス囲いだからこそ横からの雨や風も大丈夫。梅雨も真冬の雪も天気に左右されずに洗濯物を干せるようになります。仕事や幼稚園の送り迎えとか、外出中に雨が降ってきて家に帰ってもう一回洗濯機を回すっていうことがなくなるんです。特に室内干しじゃなくて、できるだけ太陽の光で外に近いところで乾かしたいっていう方におすすめです。2つ目の100万円の外構工事でできるようになることは、お庭でアウトドアです。お庭キャンプやバーベキューなど遠くへ旅行しなくても気軽にアウトドア気分を味わえます。これはまさにお庭があるお家の特権です。お庭でアウトドアするにはこんな感じで、できるだけ広めのインターロッキングテラスを作って火を使えるスペースを確保しましょう。人工芝やウッドデッキは雰囲気はアウトドアにぴったりなんですけど、その上で火を使うことができないので、インターロッキングとか土間コンクリートとか火を使っても大丈夫な舗装のスペースを確保しましょう。ウッドデッキをつける場合は腰掛けるスペースとして縁側風に計画するといいと思います。そして簡単なシンクなどのキッチンがあると、お母さんだけ室内でずっと料理を作ってるなんてこともなく、家族みんなで同じ空間で楽しめます。今お出ししている施工写真のキッチンはもうどれも立派すぎてちょっと予算オーバーにはなるんですけど、参考になればと思ってご紹介してます。とにかく広めにしっかり舗装して、あとは簡単なシンクがあれば近所のお友達を誘ってみんなでワイワイ集まれるようなお庭になります。3つ目の100万円でできるようになることは、お出かけしなくても四季を楽しめるお庭になるということ。季節を感じられるお庭にリフォームするというのはどうでしょうか？お庭は一番身近な自然なので存分に楽しんでほしいです。室内から外に出やすいように段差をなくすテラスやウッドデッキを作って、そのそばの室内からもよく見えるような位置に植栽スペースを作ります。広さにもよりますが、テラスや植栽も入れて100万円あれば素敵なお庭になります。おすすめは香木と季節のお花とかの植物をちょっとずつ植えること。管理が楽でおしゃれな植栽選びについてはこちらの動画で解説しています。春は白くて小さな花が咲く雪柳とかどうでしょうか？おすすめです。雪柳に限らず、春は明るい緑の新芽が芽吹くので、まあ、どの植物でも楽しいと思います。夏は木陰を楽しみましょう。影を作ってくれる香木がテラスの近くにあるだけで少し涼しくなります。
照明もつければ夕涼みできる憩いの空間にもなります。秋はやっぱり紅葉が美しい木があると絵になりますね。ガーデンプラスではイロハモミジが人気です。で、秋も照明があれば紅葉した葉のライトアップを楽しめます。紅葉って一気に葉っぱが緑から真っ赤になるわけじゃないじゃないですか。少しずつ色が変わっていくので、まあ、例えば紅葉の名所に行く、もみじ狩りに行くって言ってもシーズンに1回か多くて2回とかだと思うんですね。でもお家にもみじがあったら、その微妙な色の変化、季節の移ろいを毎日感じて楽しむことができます。そして冬はイルミネーションを飾ってクリスマスツリーにしましょう。海外みたいな大きなもみの木はなかなか日本のお庭では珍しいですけど、落葉樹でもライトアップすると一気にクリスマス感が出ます。お庭にクリスマスツリーがある家なんて、もう子供だったら絶対自慢したくなっちゃうと思います。大人の私でも自慢したくなると思うので、やっぱり香木と季節の植物をちょっとずつ寄せ植えにするっていうのがおすすめです。そうやって植物でお庭が身近になれば、夏は流しそうめん、春夏はバーベキュー、冬はお友達を呼んでガーデンパーティーとか、イベントごとお庭でも楽しむのが定番になります。100万円の外交工事でできるようになること、最後は雑草で悩む時間がなくなります。土が少しでもあれば雑草は生えてきます。どうしても雑草を抜く時間は必要になります。なのでその時間をなくしたい場合は、とにかく全面舗装しましょう。一番確実でコストを抑えられるのはドマコンクリートですが、広さによってはこんな感じで洗い出し仕上げにしても100万円に抑えられることがあります。温かみのある雰囲気になるので、雑草は嫌だけど無機質すぎるのはちょっとっていう場合は一度検討してみてはいかがでしょうか。舗装するとそれまで雑草を抜いてた時間をまるまる他のことに使えるので、例えば DIY にチャレンジしてみたら思ったよりもハマって、子供と一緒に何かを作るのが趣味になったり、プランターで管理できる範囲で野菜を育てて夕食に使ったり、時間が増えるっていうだけでいろんな可能性が広がります。雑草対策について詳しい方法が知りたい場合はこちらの動画をご覧ください。100万円でできる外交プラン3つとできるようになること4つ紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。参考になれば嬉しいです。ここで秋の YouTube 特別値引きキャンペーンの情報をお伝えします。今年2022年11月30日までにガーデンプラスにお見積もり依頼をいただくと、税込み50万円以上の見積もりの場合に3万円をお値引きさせていただきます。応募方法は2つ。まず1つ目はこちらの番号までお電話ください。そしてお電話口のコールセンターのスタッフに見積もりを依頼したい旨と合わせて、必ずそのお電話で YouTube の値引きキャンペーンを見たとお伝えください。この段階でお伝えいただいてないとキャンペーン適用となりませんので、必ずお伝えください。もう一つの方法はホームページのフォームからお申し込みいただく方法。この動画の概要欄のお庭の無料見積もりご相談の依頼はこちらのリンクをクリックします。お電話番号やお名前などのお客様情報を入力し、無料現場調査の依頼を希望するを選択します。工事希望のお庭のカテゴリーを選んだら、この記入欄に YouTube の値引きキャンペーンを見たと記入してください。ここの記入がないとキャンペーン適用となりませんので、必ずお願いします。そして以降の必要事項を入力して確認画面に進んで申し込みを完了してください。再度の案内ですが、秋の YouTube 特別値引きキャンペーンは2022年11月30日までに現場調査、お見積もり依頼を申し込んでいただいた方が対象となります。ガーデンプラスでは新築外構からリフォーム工事まで全国で対応しております。初回の見積もり提出はもちろん、その後のプラン変更も無料で提案させていただいておりますので、気になる方はぜひこの機会にお問い合わせください。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。感想や質問もお待ちしております。次回の動画もぜひ見てください。